松山祭は四国四大祭りの一つで、日本の愛媛県松山市で行われている祭りである。1966年に松山市、松山商工会議所、南海放送、愛媛新聞社の4社で主催した松山踊りがその始まりである。毎年8月11日から13日までの3日間行われ、野球拳踊りや野球サンバの村じとチームが街を練り歩く。11日は野球サンバ、12日は野球拳踊り、13日は野球拳踊りが実施されている。野球サンバと野球拳踊りに関しては、野球拳踊りとしての野球拳も参照されたい。また、前後して松山港祭りが水戸浜港で行われ、数十万人の人出がある。1983年以降、南海放送サンパークで行っていた花火祭りを2001年からは水戸で行われる松山港祭りと統合することで中止国際大級の花火大会となった。水戸ふ頭からは目の前でワイドスターマインや特殊な花火を見られることに人気があり、県内外からもたくさんの人が見物にやってきている。1日目はサンバのリズムで軽快に練り歩く。野球サンバには野球拳の踊りを振りに取り入れないといけない決まりがある。このことから野球拳踊りの派生と考えることができる。野球サンバの曲には新旧の2バージョンがあり、連はどちらを使用しても構わない。2日目と3日目は野球拳踊りが開催される。郷土芸能であり、服を脱いだりする行為はない。最近はロック調のバージョンがいくつかリリースされており、若者の参加が増えている。また、当日参加できる市民連も存在する。松山市営球場では、祭りの3日目にミュージックナイターと呼ばれる盛大なクライマックスイベントが行われていたが、2003年の開催を最後に、球場の老朽化による2004年の球場撤去に伴ってなくなった。それと同時に、夏祭りの雰囲気を演出していた、祭り期間中の堀の内に展開していた露店も、消滅した。これは、球場の屋根を利用した露店が多かったためである。2014年の第49回松山祭りは、台風11号の影響で8日から10日まで、松山城山公園で開催されたイベント、松恋、パークと踊りでは9日に行われる予定だった。野球拳踊りは中止となった。10日の野球サンバは、通常通り行った。一部中止は1966年以来初めてである。そもそも野球拳で服を脱ぐようになった原因は、マスメディアがバラエティ番組などを通じて、勝手にそのように捏造、改変しるふさせたことに一因がある。詳細は、野球拳お色気ゲームとしての野球拳を参照されたい。MSN3K ニュース松山祭り公式ブログ、愛媛新聞。ありがとうございます。